はーい、いただきまーす。はい、乾杯。おい。はーい。あー、おいしい。あー。なんか今日もご質問があるそうで。何その質問、質問したい体で来るの？だって質問があるわけじゃん。だって今回も聞きたいことを。また来てしまったこの時間。だってまた聞きたいことできちゃったんでしょ。前からしかも前から言ってたじゃんこのその質問。あ、そうね。でそれは YouTube でやろうぜって、うん、今ここで話さずにって言って、うん、結局ここまでやってきましたみたいな。そうね。やっとここまで来ました。あ、やっとここまで来ました。はい。何の話題ですか。全然わからないことだから。はあ、はあはあ。ひろきさんがその知識を持ってるのかどうかすらわからないと。ああ、そうだよね。あとそう、持ってる持ってないだけじゃなくて、うん、どこまで持ってるのかっていうのもあるよね。じゃあお試しかな、今日は。うん、情けなかったらすいません。情けなかったら情けないなりにそのままそれを流します。お題は、日本の防衛力について。はいはい、防衛力ですか。うん、日本って軍隊持ってないんでしょ。そこから入る。日本は軍隊持ってない。じゃあちょっと待ってください。ちょっと待ってください。僕の立場をじゃあまず鮮明にしときます。Okay。 はい、僕世界基準で話します。うん、はい、うん。それを前提に言うと、日本は軍隊を持っています。うん、軍隊とは言っていない。うん、うん、うん。で、自衛隊っていうものはあるじゃないですか。はいはい。その人たちは、はい、日本からは、うん、軍隊ではないとは言っているが、世界から見たら軍隊として見られてるってことですか。そうです。うん、はい。で、まあ、各国の、その軍事に詳しい人は、うん、その辺の事情は知ってる。日本国内の事情は、うんうんうん。でも日本って韓国みたいに徴兵制とかないじゃないですか。ないね。うんうん、で、その自衛隊のその強度、強さっていうのは、はい、世界から見てどのぐらいなんですか。まあ、表すの難しいかもしれない。うん、何種類かって、うん、まず、うん、攻撃能力は、うん、ほぼゼロ。弱いじゃん。ゼロって言っちゃいけないし、ほぼっていうのもちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、かなり少ない。うんうんうん、攻撃能力は、うんうん、例えばの話、うん、F-15 っていう戦闘機、昔から日本持ってんじゃん、うん、あれアメリカから買ったものなんだけど、うん、F-15 ってミサイル撃つ機能とかいろいろ持ってんのよ、うん、だからつまり飛行機対飛行機の戦闘、うん、で飛行機に勝つための武器ってあるじゃん、うんうんうん、マシンガンとかいろいろ、うん、けどミサイルも持ってんじゃん、うん、戦闘機がバーっていって爆撃機みたいな感じで行ってミサイル落とすとか撃つとかいろいろあるじゃん、うんうん、あと高性能なコンピューターとかも必要だったりするじゃん、いろいろ狙いを定めて撃つのにね、いろいろレーダーみたいな、ね、レーダーとかね、そう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 、日本はの自衛隊は敵地に行って、うん、戦闘機同士で戦うということを想定してない、うん、攻めてきた戦闘機を排除すればいい、追い出せばいい、うんうんうん、という思想のもとに F-15 を買っているので、うんうん、アメリカ様が作った F-15 から、うん、すっげー値段の高いいいやつ、いい部品をごっそり外して外したのに
まあまあ高い値段でそれを買ってます。本当本当本当まあそんな感じで、うん、あのだからやってきた国の戦闘機を追い出したり、うんうん、そいつその戦闘機だけをやっつけたりする能力は持ってるんだけど、1対1だったらやっつけられるかもしれないね、うん、そうなんだけど、まあ装備が古いからね、だいぶね、まあまあ新しいのも入れてるけどね最近、うんうん、ステルス機能を持ったやつ、あ、うん、だから少しずつは進化していってるけど、うんうん、けどやっぱり重要な部品はちょっと外して、うん、買ってるね。威嚇すればいいと思ってる感じ。威嚇っていうか、まあだから防御だよね。防御、うん、なんか北朝鮮とかもさ、なんか今ミサイル飛ばしてきたりするじゃない、うん、ああいうのもなんか偵察とかしてたりするわけ。いや日本はしてないんじゃないかな、うん、韓国はしてるかもしれないけど、無人戦闘機とか、うん、無人偵察機か、うんうん、でもミサイルとかがさ領空内に落ちてきたらさ、それはさ、うん、審判じゃないの。審判だよ、 EEZ 内に落ちたらね、うんうんうん、EEZ 内ってあのそういう言葉があるんだけど、うん、そういうことがあったら、それ日本はどちらかというと軍事的じゃなくて政治的に対応するの。まあ実害がなかったらね。でもさ、その徴兵制がないっていうことは、今の自衛隊にはその防衛大の人たちがいるってことでしょ。卒業生、防衛大の人もいるよね、うん、うん、あとはまあ普通に入隊、あのポスター見て志願した人、うん、うん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 、でその人たちの訓練としては、うん、その例えば韓国で徴兵されて訓練を受ける2年間結構厳しいって聞いたんだけど、うん、そういうのと結構同等なわけ。あ、同等、うん、あのやっぱりナイフ一つで1ヶ月間、うん、あの山の中を過ごしたりするっていうのは陸軍とかはやってるね。だからもう自分で食料は調達するっていう、そうなんだ、やってるやってる、あの、うん、そういうことがあの生臭い話だから、うん、あんまり報道で言わないだけで、うんうん、でもブルーインパルスの操縦士とかすごい上手だよね。まあね、航空自衛隊、まあ日本最高峰だからね、うん、あ、そっか、うん、あのやっぱり戦闘機を操縦する人たちは、うん、エリートなの。エリート、うん、うーん、そういう人たちって、うん、あのその戦闘機を卒業したら、こうあの普通の飛行機の会社 JAL とかさ、ANA のパイロットになったりしないの。知らないそういう話は聞いたことがない。あの教官になったりとかあ、そうなんだ、うん、なんかロシアとかさ、うん、結構そういう 軍隊にいたあのパイロットがあのアイロフロートとかさ、あ、そうなんだ、操縦してるっていう、だからすごい上手っていうけど、あ、そうなんだ、まあ、そういう人もいるかもね、うん、まあちゃんと勉強して、そのほら A380 とかさ、うん、エアバスの、うん、そういう機種ごとに免許があるから、うん、その免許取ればもちろん操縦はできるんじゃない。ジョン・トラボルタだってあの、あ、持ってるね、持ってるからね、うん、ハリソン・フォードとか持ってるね、すごいかっこいい、うんうん、かっこいい。ひろきさん取らないんですか。取らない。あ、取らない、うん。乗客の立場でいたいね。あ、そうなの、うん？かっこいいよ、持ってたら。うん、あの持てるよきっと。僕モテたいわけじゃないんだよね。あ、うん、あ、モテたいは、まあ、あるけど、うん、別になんていうかそれで命をかけてまでっていうのは。うん、じゃあ防衛大を出た人とそのポスターとかで志願して入隊した人と、うん、その差は何なの？あるの？差は、まあ、あ、まあでも勉強してる、入って訓練するか、うん、まあその指導とか、う
そういうところに専門特化して卒業したりとか、うん、あの情報技術について専門特化して卒業したりとかっていう風な感じで、まあ相当な能力を身につけてとか、あと研究部門に入る人とか、うんうん、あなんか、ね、ニュースに出てくる、うん、なんだっけ、防衛省の人だっけ、あすごい人がいるって言ってたよね。うん、あの最近日本も有事なので、あ有事なんだ、有事だよ、うん、うん、日本は有事だって、あのよく政治家が言ってるじゃん、うん、あれ本当だから、うん、そうなんだ、うん、日本は有事だから今、うん、うんうん、あのいつその、うん、なんていうか戦闘が勃発してもおかしくない状態に政治的にな状況がなっているっていう意味では、もう政治的には有事、うん、だからあの防衛研究所の人が出てくるのね、解説に。昔は防衛研究所の人なんてそんな簡単に出てこなかったのよ、テレビに。そうなんだ、うん、解説でね、 そこまでする必要ないから、だって政治的に有事じゃないから、なかったから、平和だ。それが今は政治的にもう有事だから、うん、あの軍事アナリストってよくいたじゃん、昔ひげ生やしたおじさんとかで、うん、なんかズームで出てきてなんかいろいろ解説するみたいな、うんうん、ああいうおじさんとかいたじゃん、いろいろいたじゃん、もういろんな人たちが今まで軍事アナリストって言って、けど自衛隊にいたことはないみたいな、うん、ああいう軍事アナリストの人たちみんな仕事なくした。へー、だって本物で出てきちゃったんだもん。本物ね、本当にすごいね防衛研究所の人たちはだって今の国の安全について研究してる人たちなんだから、うんうん、もうエリートもエリート、しかも情報も最新で正確だし、うん、アメリカの情報もちゃんともちろん連携してるし、うん、そんな軍事アナリストみたいに防衛研究所の人に取材に行って、あ今そうなってんすかって、あじゃあそれちょっと ありがとうございます、情報ありがとうございますって言って、それをメディアで喋るみたいな、そんな仕事はなくなった。なるほど、じゃあ情報源の人がもう表に出てきた、もう直接表に出てきた、うんうん、なるほどね、すごい的確に喋ってたおじさんだったね。そうそうそう、みんな的確に喋ってるよね。そうだね。まあそんな感じで日本は防衛力っていうか軍事力、うん、軍事力としてはむちゃむちゃ低いよ。だって攻撃しないんだもん基本。攻撃できないの？しないの？しないの？しない、うん、だって攻撃するためのものを持ってないから、うん、そもそも、え、でも能力は持ってるってことでしょ、しないってこと。いや能力も持ってないよ、装備的に、うん、装備的に。じゃあ攻撃できないってことはね。できないよ、うん、うん、そうなんだ、うん、え、じゃあ防衛力としてはどれぐらい強いの。まあちょっと追いかけてちょっとなんか発射して、けど向こうの方が強いから負けちゃうかな危ないじゃん、もうすぐやられそうじゃん装備も弱いからね、うん、まあ日本で空母って一つしかないし、うん、うん、そうね、うん、まあそれも護衛艦と呼ばれているやつを、うん、あの改造して空母化したんだけど、うん、一応空母の代わりになるものが一隻あるっていう感じだし、うんうん、まあそこから打ち出せる戦闘機も限られてるし、うん、で今そのしかもね、まあニュースにもなってるからもうご存知かもしれないけど、あの修理用部品も足りないのよ。だからあの完成された機体から部品をちょい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 盗んで、うん、それを戦闘用の飛行機とかに取り付けてみたいな感じで、ガラクタみたいな、なんか部品取りってあるじゃん、あのコンピューターで、うん、部品取り用にお使いくださいみたいな感じでヤフーオークションに出てるなんかジャンク品あるじゃん、うん、あんな戦闘機が何機かあるのよ今日本に、うん、怖いね、うん、だって
つまり修理用部品を買う予算もないから、うん、へー、防衛に予算が回ってないの？回ってないね、うん、だってアメリカ頼みじゃんずっと、うん、あ、そうだね、うん、あ、今言ってるのはアメリカの話は入れてないよ、日本の、日本の自衛隊の話だから、そうね、うん、アメリカとの総合力っていうと話が変わってくるから、うん、けどアメリカって今政治がどんどん変わっていってるでしょ、うん、あのアメリカ市民の考え方も、うん、なんでそこまでしてやる必要があるんだ外国にみたいな、うん、そういう考え方にどんどん変わっていっていってるから、うん、あの急には変わらないけど徐々にアメリカ軍がアジアから手を引いていく可能性はあって、まあ、例えば最近の話だと常備していた戦闘機を全部グアムに引き上げて、今後は何機かだけ沖縄に置いて、それをまたグアムにある何機かと交換みたいな感じでやりますって、でも家族はグアムに引き上げちゃいますっていうようなこととかやってて、なんかじわりじわりと沖縄から手を引いてグアムに戻っていってんだよね。うーん、うん、じゃあ沖縄が最前線じゃなくなりそう。いや、沖縄が最前線になるから、うん、なりうるから、うん、なりうる可能性がどんどん高まっているから、うんうん、沖縄から手を引いているんだよね。そこからアメリカ人はいなくなるっていう。いや、いなくなるよ。いきなりはだからならない。だから徐々にそういうことをやり始めてるの。今までは日本が最前線に なるであろうところだったから軍隊を置いてたわけでしょ。アメリカも今も置いてるよ、うん、今も置いてる、うんうん、それを、うん、手を引くっていうのはなんか徐々に手を引いてる感が行動に現れてるって感じ、うん、いや、言葉では何も言わないよ、うん、言葉でアメリカは日本から手を引いていきますとか一言も言ってないよ、うんうん、けど行動はそれを物語ってるから、うんうんうんで、ちょっと話戻すと、それで装備に予算がついてないであるじゃん、うん、それもう例えばこういうこともあるのよ、あの女子トイレがないとか、例えば、うん、そういうところもあるのよ、昔は男子しかいなかったからさ、うん、うんうんうん、だから女子はどこで、だから女子の更衣室もないし、みたいな、うん、だからトイレがあったらトイレで着替えるとか、まあ、何らかしらの形でやるみたいな、全施設がそうなってるわけじゃないよ、全施設に女子トイレがないってわけじゃないよ、けど地方のあのそういう基地とかに行くとそういうことが、うん、なんかちょっと前にさ、うん、ニュースになってたよね、なんかセクハラ、うん、自衛隊員の女性に対するみたいな、うん、もともと男社会だからあり得ることなのかな。まあそういうのもあるかもしれないけど、まあまあ他の産業でもあり得ることなんだろうね、うん、けど自衛隊の場合は閉鎖的だからやっぱり、うん、なんていうかバレにくいみたいな、うん、表に告げ口する人があんまりいないみたいな、出にくいね、うん、そうね、うん、まあちょっとそれ別問題かな、うん、別問題、うん、まあ女性問題が出てきたからね、そうだね、うん、うん、けどまあそんな感じで装備が足りないの、いろいろと、うん、うん、でもさ、アメリカがいなくなったらさ、もう日本激弱じゃん、うん、じゃあそうだね、だからあの例えば北朝鮮がミサイル撃っても撃ち返せないから、うん、北朝鮮はいつでも攻撃できる、うん、だってやられないもん、あの反撃されないと分かってるから、うんうん、いつでも撃てるぞっていう感じで脅しをかけられる、うんうん、ってことはさ、じゃあやっぱり憲法を変えるべきなの？うん、まあだから、うーん、なんていうかな、憲法さえ変えればいいっていう問題じゃないとは思うんだけどね、けど憲法も変えた方がいいと思うよ、うん、でもさ、憲法があるから、うん、日本はその防衛力として自衛隊があるっていう風になってるし、そのだから攻撃できない、表立ってできないっていうのもあるでしょ、
あ、けど今は解釈を変えようとしてるから、とりあえず今だから解釈改憲みたいなことをやっていて、憲法の解釈を変えることで、うん、まあ言い逃れをして予算編成してるんだよね、うん、だから憲法を作った頃にはさ、そんなミサイルの撃ち合いなんて想定してなかったわけよ、うん、昭和46年、うんうん、47年だっけ、うんうん、日本国憲法が制定された時は、うん、まだ船同士とか、まあだから空母同士が戦ってみたいな感じ、うん、陸に攻めてきた時にどう守るかとか、そんな話で、うん、そんな首都東京に核ミサイル、核爆弾が、爆撃機による爆撃機がわざわざやってきて落とすとかじゃなくて、ミサイルとしていきなり飛んできちゃうなんていうことは想定してなかったから、そう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 、そうね、うん、あと戦艦ヤマトなんて全然役にも立たなかったね。うん、まああれはちょっとあの海軍の先っ走りで、うん、ね、ちょっとやりすぎちゃったね、うんそうなんだ。じゃあこれからさ、うん、その日本はどうするべきだと思う？いや、もう他の国の軍隊みたいに攻撃力をしっかり持つべきだと思うよ、うん、それはさ、その防衛隊の人たちの訓練を変えるってこと？装備も変えるし、うん、まあ装備をしっかりさせるっていうのもそうだし、うん、今までだって攻撃するっていう訓練をしてこなかったわけでしょ。ああ、だからそれは装備を変えればその装備を覚えればいいだけだから、うん、まあ、自然と訓練の内容は変えていけばいいだけだから、それはもう勝手についていく話だよ、うん、もう装備を変えればね、うん、であとはやっぱりあの無人偵察機とかをどんどん増やしたりとか、うん、無人攻撃機も増やしたりとかして、とにかくあのうちに攻撃してきたらうちもこれだけの攻撃能力持ってますよっていうのを見せつけるようにしていかないといけないよね、うん、だからミサイルも必要だし、精密機械については日本は強そうだけどね。ん？精密機器？いや、ああだから、ああ開発する能力っていうことでしょ、うん、あ、それはあのその地盤となるような技術は持ってるよ、うん、こっから想像の話になるけど、うん、あのコア30っていう、まあ、ダウ30みたいなあの日本の30大株式銘柄っていうのがあって、うん、その中にファナックさんっていうロボット製造の会社があるんだけど、うんうん、ああいうファナックさんとかが持ってるような技術とかいろんな技術を組み合わせれば、うん、まあ、三菱さんとかね、例えば昔からの三菱さんとか、うん、あの国産で作る技術はあると思うけど、うん、それ待ってたら間に合わないから、やっぱりもうアメリカから買うのが早いよね。だから今はアメリカからトマホークを買いましょうってことになってる。そうなんだ、うん、あとはサイバーも結構弱いから、うん、サイバーの防衛技術も磨かなきゃいけないし、そうそう、結構やることはいっぱいあるけど、けどあのなんていうかな、そのまあ例えばフランス、まあ、フランス本土だけで言おうか、だけで言うと周りに敵っていないじゃん。うん。うん。うん。みんな友好国じゃん。そうね。EU の中に入ってて、そうね。うん。うん。そんなフランスと仲が悪いみたいな緊張状態とかないじゃん。ないね。なんなら電力供給してるからね。ああ、そう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 。供給し合って。理解してるからね。理解してるからね。国同士でね。それに対して日本はもうロシアに北方領土を奪われっぱなしで、あそこに軍事基地作られちゃってるし、であそこで訓練もされてるでしょ、うん、
で北朝鮮はなんだかもうものすごい回数、何回なの今年はっていうぐらいミサイル撃ってきてて、で昔は北朝鮮ってミサイル実験って言ってたんだけど、とうとう所管が変わって、うん、もう軍隊が今やるようになってて、やってるところが変わったの。うん、昔は実験部隊みたいなのがやってたのよ、うん、実験機関みたいな、うん、研究機関みたいなところが、うん、で今はミサイル訓練って呼んでて、うん、実験じゃないの、もう訓練なの、もう実用段階に入ってるのね。じゃあもう軍隊が飛ばしてるってことね。軍隊が飛ばしてる、うん、うん、だから今は練習してんの、うん、うん、もう完成してんの、うん、うーん、日本で飛んでくるかな日本、今日本に飛ばしたらアメリカが平壌に飛ばすよね、うん、そうだね、うん、北朝鮮って強いのかな。いやミサイルだけはねでも 核実験もしてるんじゃないの。あ、だから核ミサイルとして撃ってくるよ、うんうん、撃つときは多分、うん、きっとね、うんうん、したらもう核使われたらもう終わりじゃない？まあとりあえず東京が終わっちゃう感じだけど、うん、撃たれたら本当に撃たれたらだよ、うん、けどアメリカが一応反撃してくれるっていう条約にはなってるけど、ね、日本のさ非核三原則ってどうなってるの？あれは今、あれはちょっと名前忘れたけど、うん、ある時のある首相が勝手に言ったこと、うん、発言したことが一人歩きしてるだけで、うん、法律でも何でもない。まあまあそうだけど、うん、一応さほら社会科の教科書にまで載ってる言葉じゃん。あ、そうなんだ。私たちの時は載ってたんだ。ああ、そうなんだ、うんうんうん、で絶対テストにも出てくる言葉だったし。へえ。うん、でもそれそんなくだらない教科書山川です何それ。山川っていうところの、そうなんだ、社会科の有名なところの教科書ね。そうなんだ、くだらないって言ったよこの人だって非核三原則守られてないじゃん持ち込ませないって書いてあるよね、確か。持ち込ませないって書いてある、うん、横須賀にやってくるアメリカの空母みんな核弾頭をわざわざグアムに置いてきてからやってくるとでも思ってんのかっていう話だよ。そうね、空母いっぱいいるね、うんうん、ひろきさん、はい、今日何本目？3本目です。本当？はい。あ、今日？うん、今日はビール？うん、6本目ですちょっとどう思った、うん、まあもう夜だからいいとしますか。じゃあ これ飲み切ったら、うん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 、4本目どうするかを考えようかな、うん、4本目って、あ、午後4本目、うん、はい、まあそんな感じで、まあ日本はアメリカの核の傘に守られてるって言ってるけど、うん、あの優柔不断なバイデンさんが本当に平壌に打ち返してくれるのかなって、うん、不明です。不明ですよね、はい、なんか不安がありませんか、うん、なんかあのロシアへの態度としてうん、いい、うん、だし、うん、もう日本も、あ、激弱なんだなって思った。うん、日本は激弱です。聞いて、はい、激弱です、ね、もうなんか軍隊も平和ボケだなみたいな彼らは大真面目にやってるよけど。あ、そうなんね、うん、そういうセクハラやってる人もいるけど、うん、あ、でもそうだよ、もうね、あ、私の友達とか、うん、防衛大に入った人がいて、うん、で、何？あ、もう自衛隊にそのまま入るね。あ、でさ、最初
入る前は、うん、あのひろきさんが30キロ増しになった時の体型だったんだけど、あの次に会った時、うん、あの自衛隊に入ってね、うん、会った時もうすごい逆三角形みたいな体になってムキムキマンになってた。そうかそうかそうか、うん、すっごいしっかり訓練されてるんだって、うんうんうん、日本の自衛隊の練度は高いって言われてるね。うーん、やっぱり職業だからやらされてないから。そうか、自分からやるって言って給料もらってやってるから、うんうん、ただ装備が貧弱なだけで、うん、装備はなんとかしたいよね、うん、けどみんなさ、うん、あの防衛費増やすって言ったらさ、うん、何々党とか何々党とかがすごい反対したりするじゃん、うん、でそれがなんかそれらを支持する人たちって全部合わせても 10% ぐらいしかいないのに、うんうん、なんかその人たちの声がすごいニュースで流れるじゃん、うん、そしたら、うん、あ日本ってやっぱりあの軍国主義化するんだ、もし憲法を変えちゃったらみたいに勘違いする人も出てくるわけじゃん、うんうんうん、だからもう現実が見れてないっていう。でもさ、そういうあの日本人の性質として、うん、その軍国化する可能性もなきにしもあらずでしょ。憲法が変わったからまあちょっと違うけどね、うん、前は天皇が統帥権を持ってるっていう風に書いちゃったから大日本帝国、うん、憲法に、うんうん、だからあの内閣が文句言えなかったのよ、うん、天皇陛下が統帥権を持ってるんだからって言って陸軍、特に陸軍が暴走をして、うん、でそれを政府が止められなかったんだよね、うんうん、天皇陛下がやめろとか言わない限り、いちいち、うん、いちいちやめろやめろとかそういうふうに言わない限り、うん、で天皇陛下は黙ってたから、うん、まあああいう感じに、うん、あの兵隊が暴走したんだけど、うん、軍隊が、軍隊はね、うん、今はきちんとなんていうかな、分治政治って言って軍隊じゃなくて、うん、軍国主義じゃなくてちゃんと政府が権限を持って、ことに当たってるので、政府の下に軍隊があるってこと、うん、そう、うん、だからなんていうかな、その大日本帝国みたいな国はたくさんあったのよ、うん、あの当時、うん、で負けた国だけがディスられてるのよ、うん、うん、負けたからしょうがないよね、そう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 、だから、うん、それをあんまり悪いんだ悪いんだっていう風に日本だけが悪いんだぐらいの、もしくは日本とドイツだけが悪いんだみたいなぐらいの感じで自分たちを自らディスって軍国主義に戻してはならないとかって言ってる人たちはもうそのトラウマから逃れた方がいいよトラウマになってるだけだよ。だからもうね、だから一つのトラウマだよ。なんていうの、 PTSD だよでもさ、うん、その日本ってさ、あんまりその戦争のことをさ語ろうとしないじゃん。あ、もうあの戦時中に体験した人が高齢だっていうのもあってさ、あ、はいはいはい、だけどその、まあ、例えば教育機関とかで、うん、その小中学校とかね、うん、そういうところでもあんまり取り沙汰しないよね。まあそれはなぜかというと、うん、他の国も実はやってたんだけど、勝った国も、うん、負けた国だからどうするってなってるだけで、うん、勝った国はみんな自分たちがやってたことを正当化してるんだよ、うん、だから東京大空襲で民家をむちゃむちゃ燃やして十何万人が死んだりとか、うん、原子爆弾を落として、広島で十何万人、長崎で8万人ぐらい民間人が死んだじゃん。それも全部アメリカでは正当化されてるからね、うんうん、それが悪かったみたいな教育は全然されてないよ。止めるためにっていうこと、うん、そう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 、だから、まあ、正当化なんだよそれって、うん、けど、うんうんうん、戦争犯罪なんだよあれ、うんうん、戦争犯罪なんだけど
止めるためには戦争を早く終わらせるために仕方がなかったんだっていうふうに言ってる。うん、だからその論理を通したら、うん、あのロシアのウクライナ侵攻を止めるためには仕方がなかったんだって言って、アメリカが、うん、あのモスクワに核爆弾を落としても正当化するみたいなのと同じ話になっちゃうんだよ、現代に移せば。ロシアが核を落としても正当化されるってことだよね。ロシアは正当化するよ。正当化するよね、うんうん、勝った国は正当化する、うんうん、でしょうね、うん。まあ、でもあの時は第二次世界大戦の時は負けたから、まあアメリカのなんていうの調査、いろいろ調査、 GHQ の調査、そうそう、日本も入ってるわけだけど、うん、でもその当時のことをさ、その教えるべきだと思わない？まあ資料には残すべきだと思うけど、うん、ことさら強調する必要もないかなと思う。各国やってたことだから。うん、うん、各国やってたね。うん。ヨーロッパの方ではさ、そうそう、だからそれはきちんとさ教育されてるわけ。うん、ああ、ドイツはね。やってきたっていう。うんうん、ドイツはそうだよね。そうね。うんうん、だけど日本人ってそういうのに疎いよね。ドイツほどひどいことはやってないからね。歴史。でもやってるよね、同じようなこと。やってない、研究機関とかも。あ、それはもう各国やってた、うん、けどナチスドイツのようにユダヤ人を大量虐殺とかやってたのはドイツだけだもん。うん、まあドイツのね、そうだね、うん、うん、ちょっと程度が違うかなって感じ。うん、うん、でもなんだろう、やってたことには変わりないからさ、うん、でもそういうのをさみんな知らなすぎるじゃん。だとしたら国連とかでみんなで手を挙げて言うべきだね、うん、アメリカも最近兵器作ってました、うん、もうどこそこも作ってました、みんなやってました、うん、負けた日本もやってました、うん、っていう話だよね、うんうん、そうそう、負けたからって言わなきゃいけないっていうことはないと思う。勝った国も言うべきだと思う。そうね。それなら、それなら、うん、それならフェアかな。うん、国連、うん、国連だからそのために国連っていうものがあって。うん、まああんまり今機能してないけどね。機能してないね。うん、そうだね。まあでも何にせよ私から見ればなんか日本人って平和ボケしてるなって思うんだけど。いやボケしてるね、うんうん、まあ自分も含めだけどね、うん、そうだから、うん、まあこれからどうなるのかなっていう不安はあるよ、うん、ね、うん、でまあちょっと話戻すけど、ロシアが北方領土を占領し続けてます、うん、北朝鮮はミサイルガンガン撃ってきてます、うん、で拉致もしてます、うん、で中国はつい最近の、うん、なんかなんちゃら大会みたいなやつで、うん、5年に1回の、台湾への武力攻撃は選択肢として排除しないって言ったんだよ、うんうんうん、つまり戦争やる気はあるよって言ってるんだよね。でその時の対象としては台湾と尖閣諸島が含まれてるんだよね。うん、うん、攻撃対象としては、うん、と分析されてるのね。そうなんだ、うん、だから日本にももうめちゃめちゃ関係ある話で、危ないね、うん、それだけの日本、それだけの危ない最前線にある日本、うん、西側の西側諸国の中では一番西側にある日本極東、西側なの？西側諸国の中で一番西側、そう、ね、極東だけど、海を挟んだ海を挟んだ西側、うん、でロシア、北朝鮮、中国とあるわけじゃん、うん、でそれにイランが裏でこう軍事的な協力をしているという、この状況において日本が攻撃能力を持たずに北
来た飛行機や戦艦を追い返す能力しか持っていないというのは、まあだいぶやばいよね。うん、うん、だからそれをなんとかしましょうっていうことにようやくなったわけじゃん、うん、政治家たちがようやく立ち上がったわけじゃん、うん、じゃあそれは応援するべき？あ、それはもちろん応援するべきなんだけど、うん、税金が増えるよって言ってるわけじゃん、うんうんうん、ちゃんとそれ払えますかっていう話なんだよね。うん、つまり徴兵制がない代わりに自衛隊が給料もらって日本を守ってくれてるわけじゃん、うん、で新しい装備も覚えて、うん、日本が本当に有事になった時に、うん、なんとかするぞ我々が守るよと、うん、まあそれは税金増えても致し方なしだよね。うんうん、うん、まあ普通に考えたらそういうことだよね、うんうん、だけどその払った税金の何その行き先が不明瞭だとちょっとイラッとするよね、国民としては、うん、けどそれは防衛費に限らずだよ。防衛費に限らずだけどね、防衛費に限らずだよ、うんうんうん、ちょっとイラッとするよね、うん、だからこれはもう絶対防衛費に使いますって明言してくれれば、うん、それは致し方なしだよね、うん、税金取られてもね。そうだね、自分が戦わない代わりに戦ってくれる人がいるって思うから、うんうんうん、安いもんだと思うよ、うん、徴兵されるかどっちがいいですかって、うん、ああ選択制にすればいいんじゃない。若い人は徴兵されるか税金払うかみたいな。でもそしたらさ、あのロシアのさ、うん、あのほら予備役みたいになっちゃうじゃん。あ、みんななんかさ徴兵されると思ってないから登録したわけでしょ、うんうんうん、いやいや本当に徴兵されちゃうんだよ韓国みたいに。え、だからそれ徴兵されちゃうんでしょ、うんうん、だからサインした時は徴兵されるなんて考えてもなかったみたいな人たちがいっぱいいるわけでしょ、うん、けどそれはその人の勝手な勘違いだよね、うんサインしたのが間違いよね。そうだね、うん、ね、うん、だそこはもうなんていうの、選択制にするんだったら明確にするべきだよね。そうだよね、うん、だから僕も韓国も選択制にすべきだと思うよ。ひろきさんどっちを取る？え、それはお金払って、お金払って兵隊は入らない。そうか、うん、ちょっとダイエットできてかっこいい体になれるかもしれないよ。いや、それは別の方法でやります。命はちょっと投げ出せません。あ、そうなの、ね、うん、やっぱ死ぬ覚悟が必要だから ね、うん、そうね、自衛隊に入るって言ったら ね、うん、その覚悟は必要だね、うんうん、自衛隊の奥さんになる人も覚悟はしているって言ってた。そっかね、うん、そういえば今日見たことないボーダーの T シャツを着てますね。そうっすね。ね。上着着る外出があったんで。かわいいよ。あ、そうっすか。ありがとうございます。あの、フランス、元フランス海軍のシャツです。あ、そうなの？うん、セントジェームス。うん、おしゃれだよ。あ、ありがとうございます。なんか、青色だったら水平さんみたいだね。あ、青色がオリジナル。うん。あ、そうなんだ。うん。うん、でも、茶色も結構いいね。まあ、悪くはないかな。ね、ね、ね、うん。秋っぽくて。え、それ自分で買ったんですか？自分で買いました。おー。若かりし頃に。おー。なんか、株主優待じゃない T シャツ着てるの初めてじゃない？初めてじゃないかもしれないけど。そうなの？そうっすね。私見たことない。あ、そうっすか。まあ別にそんな大したもんじゃないですよ。本当今後も見せてくれるのかな。まあたまには。ひろきさん自分で洋服買うことあるんだね。昔はね。あれ、まだ株とか1本で終わりするって言ってなかった。だから4本目を考えるって言ってた。もう開けちゃってるじゃん。うん。
もう終わりにするからね。あ、もう質問ないですか。ないないない、終わった終わった。え、防衛のことについてもう話さなくていい？あれ、何の？日本の防衛について。え、今まで語ってたのが全てじゃないの？まだ何かあるの？あ、核シェアリングの話とかしてもいいけど、別に。うん、じゃあどうぞ。いや、質問は？核シェアリングについての質問は？核シェアリングってなーにから始まる、もしかして。核シェアリングってなーに？みんなで核を持ち合って必要な時にみんなで使おうぜ、です簡単に言うと。うん、そんなこと本当にできるの？あ、ヨーロッパではやってる。うん、ヨーロッパではやってるの？うん、そう、うん、ヨーロッパ全国が、全ての国がやってるわけじゃないけど、うんうんうん、でもスイスって平和維持国でしょ？ああ、スイスは平和維持国ではないよ。あ、違うの？衛星中立国です。あ、そう、失礼いたしました。はい、スイスは呼び名が違った。スイスは軍隊も持ってますし。あ、そうね、徴兵制もあります。そうね、うん、民間人も武器を持ってるね。うん、うんうん、武器庫がちゃんとにあるね。うん、うん、そうね、うん、そこはまた別個でしょ？別個だと思う、多分。うん、うん、そうだよね。うん、でその核シェアリングっていうのはいいことなの？日本は核を持ってないので、核シェアリングに参加。本当に核持ってないの、日本って？持ってない。材料は揃ってる。うん。うん。うん。核シェアリングをやることによって、まあ。自国で核を開発しなくても核抑止力を持てる。うん、うんうん、まあ例えばだけど、日本とかフィリピンとかが協定結んで核シェアリングをやった場合に、うん、北朝鮮が日本に核を撃ったらフィリピンからすぐ飛んでいくよっていう、うんうん、例えばね、うんうん、それはじゃあやるべきことなんだね。平和を維持するためにも、まあこれは賛否両論あるけど、僕はやっといた方がいいかなと思う派かな。うん、うん、やっぱりどの国と、いや、組める国で安全だと日本が思える国と組めば、まあちょっとどこと組むかはねって感じだけどね。考えどころだね。うん、まあとりあえず今は日米同盟があるのでアメリカがありますと、うんうん、けどじゃあスペアは持たなくていいんですかっていう話だよね。うん、そこが核シェアリングの議論だね。うん、うんうん、うん、でもそれ、それってマイナス面はないの？マイナス面？うん、やったこと、核シェアリングしたことによるマイナス面はないの？対外的には僕はないと思ってるんだけど、うん、日本国内で反発が起きないかっていうのはあるよね。だって、まあ、ね、唯一の核被爆国である日本が、うん、いくらシェアリング方式とはいえ核を持つのかっていう、うん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 、そうね、うん、そういうことを言う人はいるだろうね。うん、被爆国っていうのは、うん、まあ後にも先にももしかしたら日本だけかもしれないし、これからは分からないけど、うん、でも今のところはそこは強調すべき？いや、別に僕は強調もすべきでないし隠す必要もないと思う。別に隠してはいないよね。隠してはいない、うんうんうん、強調はしてる、うん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 、
でもさ、核実験とかでさ、アメリカ人の人とかもさ、うん、その自国でその被爆した人とかもさ、いるわけじゃん。ああ、はいはいはい。でしょ？うん、そうだね、うん。それはそうだね。うんうんうん。だから。第五福竜丸とかもそうだよね。ね。うん、だから、そんなに、なんていうの？あ、まあでも戦時中に被爆した。戦闘によって被爆したっていうこととしては日本だけなのかな。日本だけだね。うん、そこは対外的にはなんていうのかな、そのだからこうするっていう意識は持っておいた方がいいのかね。まあ今この時点で僕がこれを言うのは、反発をする人もいるだろうけど、それをあえて承知で言うと、うん、いいよ、ひろきさん爆弾発言多いから多いかないいよ、うん、きっと攻撃する人はあしたい人はいるだろうけど、まあ例えば人種差別でいろんな形があったけど、まあ殺戮までやったのは、集団殺戮までやったのはナチスドイツだけ、うんうん、けど生きている人を恥ずかしめ虐げた国っていうと南アフリカもそうだよね、うん、アメリカだってそうだよね、アメリカだってやってるね、うんうん、まあで、それが歴史の1ページとして記憶されている、うん、悪い歴史も大事な歴史、うん、で、日本の核被爆も大事な歴史、うん、悪い歴史、うんうんうん、そうね、うん、まあ、で、それを、それをじゃあ例えばよ、例えばもう大げさに言うよ、千年も引きずって、うん、日本が、いやもううちが唯一の被爆国なんだから核は持たないって言って、他の国全部が核持ってたらどうする？バカでしょ。え？何が？そんないや、そこまで、いやけどそれ、それ、それはありえるのよ、ありえるのよ、うん、そんなところに住みたくない。うん、けどそれはありえるから、うんうん、いやその左翼的な人が多ければね、うん、そうなんだね、うん、だから極端な話を考えてみると、うん、答えはおのずと出るんじゃないんですかっていうのが僕の答えかな、まあそれはもしかしたら人によって違うかもしれないけどね。そうだね、うんうんうん、まあ考える道筋としてはいい方法かもしれないね。そうだね、極論を考えてみる、うん、そうだね、うん、ちょっと喋ってて、えトイレ行ってくる。なんで初のトイレ、初のトイレ。そうなの、ひろきさん多いよねこういうことね。ビール、ビール取りに行ったり、なんか画面上から消えること多いんだよね。ほんと、もうこの YouTube をどう思ってるのかちょっとよくわからないけど、そういえばひろきさんが座ってる椅子ってすごいなんかマッサージ椅子みたいな、なんかよくわからない椅子だけど結構使い込んでる。なかなか古めかしいけど最新みたいなところがあるけど、どんな性能があるんですかね。っていうかビール飲み終わったのかな。あ、はい、戻りました。ビール飲み終わってません。はい、なんか画面から消えること多すぎないですか。すいません、あなたを頼りにしています。何も喋ってないからね私そうなんですか
地上波だと放送事故ですダメじゃん。だって私画面に出てないんだから。ああ、ラジオでいいじゃん。ラジオで、ラジオ、ラジオ、うんうん、話し相手 いなくて、脚本もないのにラジオみたいな感じ台本もない、うん、ね、核の問題は先へで通れない問題だと思いますよ私は、うん、まあ、軍事のことを考えたら先で通れないよね、うんうん、けどちょっとこう僕がなんていうか核保有に反対してる人に言いたいのは、核を持ってるイコール核を核で脅すとかじゃないっていうことなんだよね。核を持ってることによって相手の核を使わせないっていうことなんだよね、うん、それが目的なんだよね、うん、日本の核保有の目的は威嚇の一つってこと。そう、威嚇、うんうんうん、でこれは歴史が証明してるのよ。軍事バランスが崩れた時に戦争が起こるの、うん、え、うん、今回のロシアとウクライナもそうなの、ね、そう、うん、うん、軍事バランスが崩れた時に戦争が起きてる。いつもいつも、うん、常に、うん、これは統計上もう出てるデータだ。それは何、軍事アナリストが言ってたの。軍事アナリストが言ってたいやいや、正確に言うと経済評論家ですそうなんだ、経済評論家、うん、うん、アメリカで学んだ、もう、うん、もうノーベル賞を取った人から直接学んだ経済評論家が言ってたんだけど、うん、軍事バランスが崩れた時に戦争が起きるのよ。勝てるって思っちゃうから相手が、うん、けど均衡していると手が出せない。なるほど、うん、じゃあ同等でいるべきってことね。うん、だから競争し合うべきなのよ、うん、経済と一緒、うん、競争し合うべきなのよ。軍事力も競争、うん、そう、うん、でもそこに競争についていけない国はどうするの。あ、だからに、いや、今の日本がそうだけど、うん、競争についていけてないじゃん、うん、だからアメリカと同盟組んでる、うん、けど同盟がずっと続くかどうか分かんないっていう時代に入ってきてるから、うん、だから自国で防衛力ちゃんと持たないといけないよねっていう話に今なってるっていうことだよね、うん、ねえ、うんうん、まあじゃあそこはまあ支持しておくべきところかもしれないですね。うん、まあ統計上そうだからね。いつの日でもそうよ、うん、もうこいつ弱えなと思ったところがいじめられる。そうなんだ、うん、なんかね、なんか国会の中継とか見てると、あそこに出てくるおじさんたちさ、信用ならない顔しかしてないんだよねなんか人相悪くてさ。え、だって個人攻撃が目的だもん。だからあれ、ね、本当の政治の話してないから、あそこで個人いじめして、与党のイメージ下げてやろうみたいな発言を野党がするっていう、しかもね、うん、ちょっと言わせていただくと、うん、一応日本のプライドのために、うん、ね、そういうふうに野党が与党をいじめてる、しかも本当の政治の話じゃない部分で、うん、そこばっかりしっかりテレビが抜くのよ。すごくくだらないね。だから国民が余計に政治がくだらないと思っちゃって、うん、投票率が下がるのよ。そうなのよ、うん、もう、うん、なんか全員信用できなくなってくる頑張ろう僕らの代表だから、国の政治が悪いのは国民のせいですからね。これ忘れちゃいけないことですけど、ね、はい、選挙民のせいですよ、うん、選挙に行かないとね、はい、そう、選挙に行かないと。あ、だから僕若い頃に
学校の先輩、学校の先輩じゃない職場の先輩から教わったことだけど、なんかの時にふとあのオフィスでいきなり政治発言されたわけじゃないよ、うん、なんか歩いてる時かなんかかお客さんと話してる時かなんかちょっと忘れたけど、あの言われたことがある。あの選挙に行ってないやつはあの選挙に政治に文句を言う資格がないって。うんうんうん、そうね。そう、そもそも政治に参加してないんだからって。うんうん、そう、うん、一般市民が一般国民があの政治に唯一参加できる機会が選挙だって、うんうん、その選挙権を行使してないってことは、うん、政治に文句を言う資格はないってことだ、うんうん、っていうことを僕は22、3歳ぐらいの時に教わって、うん、ああそうっすねーっつって、うん、言ってないっすけどみたいな。でもそれでさ、その選挙に行かないっていうことがあの自分の意思だっていう人いるじゃん。そういう人どう思う？白票を投じるべきだと思う。あ、白票ね、うん、そうね、そうね、うんうんうん、ですそれはそう思う、はい、うんうん、これは投票率には入れられるからね。投票率に入るのかな？入るかもしれない。入ると思う。うんうんうん、だって紙のカード。まあ入らないんだったら入れるようにするべきだね。うん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 、うん、そうだね。うん、なんだったら白票率っていうのを出すのもいいと思うよ。あ、そう思います。うん、それいいね。うん、それいいと思うよ。それいいね。うん、うん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 、あの支持するところがないんだったら白票。うん。みたい、うん、白票率って出すのは面白いアイデアだなって。すごい、うん、この今な今どのぐらい喋った？1時間ぐらい？わかんない。なんかそこの中で一番今いい意見が出た気がする、うん、ありがとうございます。やっててよかった。あーもう YouTube やっててよかった。これを見てる人どれぐらいいるかわかんない。ここまでこの動画をこの時間まで見てる人が何人いるかわかんないけど、その何人かにでも届いたら僕は本望だ。そう、その何人かが今まで選挙に行ってなかったら行ってくれるかもしれないじゃん。そうだね、うん、ね、であの白票でもあの文字を書いたとしても、うん、投票してくれるかもしれないじゃん、ね、してくれるかもしれない、ね、うん、素晴らしいことだよね。素晴らしいこと。選挙に参加する、政治に参加するっていうのはね。そうだね、うん、いやよかった、よかったよかった。これよかった、うん、いい締めくくりじゃない。いい締めくくりかな。じゃあそろそろ締めましょうか。あーちょうど飲み終わるよ。今日何本目ですか？今日全体で考えるとビール7本と日本酒1杯。あーなるほどね、うん、ビール7本か。まあでも私ね、あのひろきさんがね、うん、500ml のビール缶を5本飲んでるのは見たことあるから。ああ、はいはい、まあ、まあそのぐらいのペースですよね。そのぐらいのペースです ね。今酔っ払ってます？まあ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 、うん、あ、だけど全然まだ話できますよ。あ、そうなんだ、はい、いやいやいや、もう夜だからいいでしょう。さっさと酔っ払って YouTube 閉めちまえっていう笑い顔ですね、マスコさん。よくお分かりで。じゃあ何ですか、日本の防衛力についてということですが、はい、はい、あの結論は何でしょう？結論は、はい、日本、今の日本は激弱ってことですね。そうです、日本のに今の日本の防衛力は激弱っていうことです。はい、そうですね、はい、で世界的に均衡を保つと保つためには、はい、軍事力を持つべきであって、はい、あの核も持っておく、はい、っていうことが一選択としていいと思う。うん、そうだね、うん、被爆者の感情を思うと、
どうしても感情論になっちゃいがちなんだけど、うん、あの現実論を考えた時に、うん、例えば北朝鮮から日本を守れるのかとかっていうことを考えた時に、うん、もっと悲惨なことが起きないためには、うん、日本も核を持つべきだってことだよね、うん、つまりこのあのか、うん、あの被爆をまた繰り返さないためには実は日本は核を持った方がいいっていう話なんだよ、うんうんうん、そうですね、目的はそこだから、うんうん、もうこれ以上被爆者を出さないためにはどうすればいいのかっていうのが大事なことだから、そうだね、それが平和を維持するために役立つこと、うん、そう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 、うんうん、結論が出ました？出ました？うん、分かんないけどちょっとあなたからの質問ですよ、どうにかしてください。まあまあなんていうの、ひろきチャンネルの中で結論みたいな感じ、はい、ああそうですか、うん、分かりました。まあほら私感情論が出やすいから、ああそこそこ論理的意見が聞けてよかったです。ああなるほどなるほど、はい、はい、よかったです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた生活上ご不明点あれば何でもあの僕の知ってることだったら答えるんで。いや今度はもうちょっと柔らかい問題がいいかな。え、浮気ってありですかとかそうですね、まあそんな感じにしておきましょうかまた次回、また次回、はいはい、何やるか分かりませんが、はいはい、いや楽しいフライデーナイト男と女で日本の防衛力について語る楽しいフライデーナイトだな。あー楽しいあのこんな時間まで聞いてくださった方々何人いらっしゃるか分かりませんがありがとうございます。あのまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。ああのもしよかったら、あ、思い出した思い出した、言わなきゃいけない、最後の締め言葉、あの、もしいいなと思ったら、ぜひいいねお願いします。お待ちしております。あと、チャンネル登録もお待ちしております。よろしくお願いします。いろんなこと喋ってます。はい。では、次回の配信でお会いしましょう。さよなら。パチ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 。